ああ、今日も保健室並んでんな。マジで払いたくて薬もらいたいのに。そりゃあこの保健室にはドリンクバーもあるし、漫画もゲームもあるし、ポイント貯めりゃカラオケもできるし、プリクラも取れるからね。重森さん。いや。いつからいたんすか？ずっとなるみの後ろに並んでたよ。腹痛そうにして下向いてるから声かけなかったけど。そうだったんすか。てか今日混みすぎじゃないすか。もう1時間以上並んでますよ。ああ、最近あれだからな。あれってなんすか？お、入れそうだよ。あれって何ですか？入ってみればわかるよ。失礼します。え、何これ、学生に混じってめっちゃ大人いるじゃん。全員この学校の卒業生だよ。卒業生？え、なんで卒業生が来てるんすか？知らないよ。でも最近すっげー多いんだよね。お、なるみか。今日は腹痛だな。診断早。これ薬飲んどきな。ありがとうございます。先生、なんで最近卒業生多いの？なんだろうね。まあみんないろいろ理由あるだろうけど、別に聞いてないよ。本当に話聞いてほしいときはあっちから話してくれるから、私はそれを待つだけさ。相変わらずかっけえな。あそこの3人すっげえ盛り上がってんね。ああ、あれな、あいつら左側から農家、スーパーの店長、主婦やってんだよ。すげえ、物流の流れみたいだ。あながち間違ってないよ。ああやって農家は消費者の気持ちを直接聞いたり、スーパーと直接仕入れの話したり、主婦がお買い得情報ゲットしてるからな。すげえ交流会してる。え、お買い得情報？私の大好きな5円チョコ安くなる日教えてもらおう。ねえだろそんな日。え、あれ沙織じゃね？なんかおっさんに囲まれてね。ああ、あそこにいるのみんな高校生の娘がいるお父さんでさ、沙織に娘との付き合い方相談してんだよ。学校の保健室のメリットフルに出てるな。あれ、陽子のお父さんじゃん。娘のために？めっちゃけなげじゃん。後でお父さん、沙織に会うために保健室めっちゃ来てるよって教えてあげよう。なんか語弊生まれそうだからやめとけ。あそこに一人でいんのは何やってる人？ああ、あいつは隣の学校の保健室の先生。保健室の先生が保健室来てんの？え、じゃああっちの保健室回ってなくない？居酒屋のホールみたいに言うなよ。ああ、だからほら、あそこ、あっちの生徒もこっちに受け入れしてるよ。保健室難民じゃん。いや、さすがにこれはあっちの校長とかに相談した方が良くない？そうだよ、先生が大変になるだけじゃん。まあ私そういうのめんどくさいから。かっけー。じゃあよろしくお願いします。高評価もね。